その大井の後ろから2番の山田武史です。初日と同じく大井間からとなりました。2番の山田、ラストは6番の植木明です。この辺が北関東勢、4番2番6番です。さあ5番手から4番の大井隆、3番手から1番の片山あたりも上がっていく体勢です。3番の山中はすんなり引きました。4番の大井が先頭、2番手は2番の山田、まだペースゆっくり。1番の片山あたりどうでしょう、中段狙いか。外から3番の山中の巻き返しです。山中と7番の長谷浩二、この2人が上がってきたんですが、長谷がちょっと離れてしまいました。先頭3番の山中、2番手は4番の大井隆、絶好の体勢です。3番手2番の山田、あとは1番の片山です。後ろ5番7番6番、さあ番手から大井が一旦まくりかけたんですが、ここは2番手で収まって、3番手は2番1番と並走となってきました。先頭は3番の山中、番手4番の大井がここで追い込んでいく。直線に入りました。山中先頭ですが、2番手から4番の大井隆です。4番3番1番です。流れ込んで3着でした。ここは斉藤にしっかりとつけてチャンス狙いです。3番音川、4番3番東京の2人、そして1番の天沼が最高峰です。こういった体勢、最強勢上がってきました。さあ振り返った2番の佐藤勇気、佐藤はどうしますか。そうやって上がってきた4番の斉藤茂明、斉藤がうまく先行体勢に持ち込んで、2番手3番の音川、そして1番の天沼、あとは6番の大垣がスーッと4番手切り替えてきました。2番の佐藤勇気の方は5番手からです。後ろ5番7番です。さあうまく4番の斉藤が後ろを見て、ここから踏んでいく体勢です。まだ一本棒、さあ4番の斉藤茂明、そろそろ先行です。2番手は3番の音川、3番手1番の天沼、最強勢が飛ばしていく。あとは6番の大垣が4番手、後ろ2番の佐藤勇気まくっていくんですが、5番の佐藤翔吾ちょっと離れ加減、ここで追いついてきた。さあ3番手外、2番の佐藤勇気いっぱいだ。変わって5番の佐藤翔吾自力で上がって2番手外、先頭まだ斉藤茂明、直線でありました。4番の斉藤先頭だ。2番手から3番の音川貴則です。あとは4番1番5番で3人が並んでいました。後ろは2番の橋口拓です。昨日準決勝同様横田マークとなりました。最終日一勝したいところでしょう。6番の鈴木健がその後ろを固めていきます。5番2番6番、この辺が関東勢となっています。1コーナーから1センター、外から5番の横田が上がっていきます。内で4番の門口も踏んで、さあ踏み合いか。5番の横田がここでかわしていきました。マーク2番の橋口拓、そして4番の門口がうまくこれで3番手に入っている。あとは7番の桜井俊之です。ちょっと鈴木健の方が浮いている感じです。現在最高峰です。5番の横田先行です。番手は2番の橋口がっちり、3番手に4番の門口がいる。あとは7番3番1番6番の体勢、縦1本。2コーナーからバックストレッチ、軽快に飛ばします。5番の横田正直、番手絶好、橋口ものにできるかどうか。あとは4番の門口がまくり追い込みで上がってくる。後方から1番の阿部曲がってきた。直線コースになりました。横田先頭だ。大外から1番の阿部明です。1番4番です。大外からいいや、マークとなりました。初日は横田の先行、番手絶好から抜け出しています。準決勝は前に離れての5着でした。その1番の野村が上がってきました。さあ1番の野村が上がって、5番の関和弘、あとは6番の野崎が続いていきます。この辺が関東3社、2番の小林雄一郎が下げて4番手、7番の梶原と4番の野井正則、ラストは3番の小林和彦です。こういった体勢、ジャンが入っています。縦1本、後ろを確認して1番の野村正弘先行体制に入っておりますが、さあ外から巻き返しは2番の小林雄一郎。さあ小林と1番の野村でもがき合いですが、
ここはさすがに2番の小林雄一郎のスピード、2番手は7番の梶原翔太、あとは4番の野井正則です。綺麗に難関勢できている状態か。インコース1番の野村も3番手の内当たり、まくった3番の小林和彦のまくり、2番手はできている。先頭2番の小林雄一郎、番手は7番の梶原、3番の小林和彦勢いなくなった。さあ2番の小林雄一郎、粘った粘った1着か。外は7番の梶原翔太。ますが惜しくも決勝を逃しました。5番の野口、後ろ2番の猪子真美です。今回まだいいところなく終わっています。最後方から4番の新鋭19歳です、112回生田中真彩、2日間元気なく終わっております。前々にここは行きたいところです。4番の田中真彩最後方です。2コーナーからバックストレッチ、まだ縦1列ジャンが入りました。7番の福田が先頭、3番の高橋理香2番手、3番手6番の松尾友香、1番の佐藤明子が4番手、後ろから動いていく5番の野口のぞみです。団子状態で第4コーナー回っていきます。さあ外5番の野口が上がってきました。内側から3番の高橋も合わせて、先行は5番の野口、2番手は3番の高橋理香、3番手6番の松尾友香がいる。インを潜り込んで2番の猪子がそれすると2番手の内まで上がってきた。さあ後ろも混戦だ。先頭5番の野口、番手から3番の高橋理香が番手から上がっていく。インコース5番の野口もなかなか粘っております。その後ろには 2番の猪子真美、直線に入りました。3番の高橋が先頭だ。後ろから2番の猪子真美を突っ込んでくるんですが、3番2番です。3番の滝を上越の2人、8番手から小原が上がってきました。小原と6番の福田博士、この辺が四国の2人です。残り2周中盤です。さあ上がった4番の小原が上がってわずかに先頭、2番手6番の福田博士、四国の2人が上がったんですが、外から2番の加藤健一、3番手あたりから上がってきました。上越勢は引いています。先頭2番の加藤健一に代わって2番手9番の鈴木滝を、あとはどうでしょう、4番の小原が3番手の内当たり、外から7番の服部の巻き返し、一気に服部のスピードか。インコース2番の加藤健一突っ張っていく。2番の加藤が先頭です。2番手空いたところをうまく7番の服部が収まってしまいました。あとは3番の井上芳郎、そして5番の高森明嗣です。後ろから4番の小原修介まくっていくんですが、さあ伸びがないか、ちょっと苦しい状態。先頭は2番の加藤健一、番手絶好服部正弘、直線に入りました。2番の加藤が先頭だ。後ろ服部ですが、2番の加藤押し切った。2番7番です。まずは中部勢が動いてアクションを起こしてきました。内側3番の鈴木をどうしますか。鈴木と9番の辻で並んでかわしていった9番辻勝、辻と6番の家田、中部の2人が前段に変わりました。引いた3番の鈴木号、3番手の内当たり、外に5番の南部亮太です。2コーナーからバックストレッチ、5番の南部が仕掛けて、ここで先頭に入りました。先行体制、満点2番の平坂、あとは7番の小林豊です。西の3人が飛ばして、1番の石川幕4番手、あとは9番の辻と6番の家田、中部勢中段です。3番の鈴木号は現在6番手あたりです。ラスト1周を切りました。さあ先行5番の南部、番手は2番の平坂、あとは7番の小林です。西勢飛ばしていく。1番の石井が4番手、後ろから3番の鈴木号がいい感じでまくってきました。4番手3番手、2番の平坂が牽制したんですが、鈴木号がまだ上がっていく。先頭5番の南部ですが、かわしそうだ。3番の鈴木号、鈴木号が一気に先頭に勝って、後ろ4番の山本ですが、どうか。3番4番です。6番の田村がつけて、あとは4番の藤原、3番の白川と遠くの4車、早くも動きが見られて残り2周半ばです。5番の坂本が前に上がっています。6番の田村、4番藤原と3番の白川翔太、
トーク勢盤石か、あとは2番の相川匠、5番手の位置、長谷部翔は6番手、ラストは7番の山田慎一郎、一本棒で鐘を聞いています。さあ5番の坂本、ここは飛ばすしかないか。さあ坂本先行です。番手6番の田村純一絶好、3番手4番の藤原、あとは3番の白川翔太、遠くの4者が飛ばしていきます。さあまた飛ばしていく、後ろから2番の相川匠、少し動いただけなんですがどうか、番手まくりだ。6番の田村純一が番手まくりで一気に先頭、あと追走4番の藤原義晴、そして3番の白川翔太、1番の長谷部も開くったんですが3番手外当たり苦しい状態、インコースは3番の白川、最内7番車直線に入りました。4番の藤原先頭だ、藤原先頭で1着です。4番3番です。ですから気合もさらに入るところです。その飯田が最高峰です。縦一列残り2周の赤番です。勝負どころ、まだ静岡の鈴木直が前で待っています。5番の三宅玲奈2番手、3番手1番の石井貴子、そして2番の高橋千佳、あとは4番の宮地が5番手、6番手に山原がいて、ラスト6番の飯田芳野、終始こういった体勢。さあ5番手から4番の宮地がジャンを引いて上がってきました。合わせる感じで7番の鈴木直も踏んでいく。さあここは4番の宮地が鈴木をかわしていきました。2番手に入る感じの7番の鈴木、外から3番の山原の巻き返し、今日は早めに巻き返してきました。3番の山原がかける体勢、2番手はどうか、内側4番の宮地、外に1番の石井貴子並走している、あとは2番の高橋千佳、その後ろに7番の静岡の鈴木直、後ろは5番6番です。先頭3番の山原持つかどうか、後ろ4番1番と並走状態、7番の鈴木直もがいているんですが車がなかなか出ていけないぞ。直線コースに入りました。山原先頭だ、山原強い、押し切ってゴールインです。あとは4番2番で接戦。吉田凛太郎7番手、その後ろに3番の三沢と7番の岩崎雅史です。こういった体勢、7番手から4番の吉田凛太郎動いてきました。ずっと上がってくる。さあ6番の武田が前ですが、かわしていく4番の吉田凛太郎です。後ろは3番の三沢と7番の岩崎。さあこういった体勢ですが、外は2番の野崎がジャンを聞いて上がっていきます。4番の吉田も合わせて踏んでいく。さあ4番の吉田凛太郎先行です。2番手は3番の三沢、後ろから巻き返しは6番の武田真一です。武田の巻き返し、後ろ9番の山中がちょっと離れてしまいました。1人で先行です。6番の武田真一です。5写真6写真相手、4番の吉田凛太郎が2番手、あとは3番の三沢が3番手、後ろ大混戦ですがくぐり抜けて5番の小川あたりが意地で2番手ぐらいまで上がってきている。しかしながら前段まで距離があります。6番の武田は4コーナー待っている。6番の武田先頭ぶっちぎって1着です。あとは5番の小川匠、第4コーナー回っていきます。まだ2番の八尋が誘導員の後ろ、2番手4番坂口、そして6番の米島と九州勢、上がってきた7番の渡辺大豪です。渡辺が上がってきました。後ろは1番の西谷、そして9番の阿部勲です。ここで外から5番の塚本が今度は上がってくる。塚本先頭に変わりました。2番手佐藤隆二、そして8番の小原信也です。引いた7番の渡辺大豪が4番手、西谷がいた後は9番の阿部勲です。2番の八尋の方は後方7番手、これで第4コーナー回っていきます。さあ先行5番の塚本勝志、2番手は3番の佐藤隆二、あとは8番の小原信也です。塚本には北海道勢、7番の渡辺大吾が4番手からまくるんですがどうでしょう。3番手まで来ました。3番の佐藤隆二がその7番の渡辺を牽制していく、かいくぐって7番の渡辺どんどんと上がってきました。5番の塚本に並んでくる、直線コースに入りました。7番の渡辺まくりって先頭だ、後ろから1番の西谷、外から9番ですがどうか、1番9番並んできました。
いてきました。振り返って7番の小酒、スッと上がった1番の永井が先頭に変わった。2番手は9番の内藤、そして4番の飯島、東京勢が前段ですが、そこを今度は3番の久保あたりが上がってきました。さあ先行か3番の久保、2番手は8番の長野がマーク、内から7番の小酒が現在3番手取りか。小酒が3番手に入っている。あとは5番の小島が4番手、後ろ6番の隅がいて、2番の豊田和馬、1番の永井が7番手からの巻き返し、その巻き返しがなるかどうか。3番の久保がさあインコースから先行です。2番手8番の長野文秀、そして1番の永井のさあ巻き返しは3番手の外あたり、インコースは7番の小酒太夫だ。さあ外1番の永井は交代です。先頭3番の久保、2番手に7番の小酒が収まって、3番手5番の小島が3番手、さあインからは2番、外から9番も上がってくる。また先頭は3番の久保、後ろから7番の小酒がスパートだ。あとは2番5番並走で直線コースになりました。7番の小酒先頭に勝った。外から5番の小島正明です。5番7番です。